はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。アッスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、最新のこの今のこの世の中の状況において医療機関っていうのがどんな風に動いてるかっていうのを今日のお話で分かるかもしれないので、ちょっとね、最後までご覧ください。先日のね、通院でのね、歯科のお話になるんですけどもね、今日はね、抜けてしまった銀歯をね、再利用して無事に埋め込んでもらうことがね、できました。よかったです。まあ今回もね、その前回の、先週ですね、先週に行った時 そのピンチヒッターで、担当してもらった先生、本当の先生なんやねんなって感じなんですけど、いつも見てくれてる先生の予約の状況で、急遽行くことになった僕に対しての予約の時間がなかったということで、ピンチヒッターの先生に担当してもらったんですけども、あとショートカットスポーティー系健康的女子の先生にやってもらうことが今回もできました。で、まあ、再利用するにあたってですね、その接着剤的なものをね、こう新たに歯に詰め込んでから銀歯をこうはめ込んでいくので、まあ、噛み合わせの高さがね、変わってしまうんですよ。でそれの調節で、そのはめる、噛む、で外す、で削る、ではめる、噛む、外す、削る、はめる、噛む、外す、削るっていうのを何回も何回も繰り返してくれて、もうほんで何回も何回もしてもらったんで、ちょっとね、時間がね、かかりましたわ。でもまあおかげさまでね、なんとかしっくりくる噛み合わせでね、調整してもらったんでね、接着してもらったんでね、よかったです。ほんでその治療が始まるその前なんですけども、その待ち合いでね、待っているその待ち時間の間にね、その先日の動画ね、車の中やったんですけども、その車の中で動画を撮影したのをその編集したんですよ、待ち合いでね。ほんならその過去の動画でね、何回か何度も登場してた、僕がよく言ってた話なんですけども、その美人歯科衛生士さんがね、現れたんですよ。バッて僕の前にね、わあ、やっすーさん、久しぶり、どうしてるか気になってたんです。あ、どうも、お久します。僕ちょっとなんかこうカッコつけて生きた感じで喋ってたんですよ。ほんでね、その僕の座ってるその目の前にね、膝をついてしゃがんでくれてね、その目線をこう下げてね、こうニコ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 笑ってくれてるんです。もうこのね、世の中の状況で患者さんみんな治療の薬も間隔を空けてしか取られへんし、私らのする歯の清掃もね、機械を使う施術の許可がね、出ないからね、やっすーさんにも会えなかったんです。もうそんなこと言われたら惚れてまう。そんなんはいいんですけども、まあ真面目な話をしますとね、その歯科の先生らがしてくれる虫歯の治療もね、衛生士さんらがしてくれる清掃っていうのもですね、そのドリルとかその機械をね、使うんですよ。まあその各病院の方針になったらね、変わってきますけども、その僕が通院している病院はですね、衛生士さんもドリルのような機械を使って歯石取りなどをしてくれるんです。まあ、ドリルのようなっていうのもですね、その、まあ、虫歯を削るようなその削り方をされるわけじゃないので、その穴を開けられるわけじゃないんですよ。はいね、その電動歯ブラシ的なやつの感じだと思うんです。でそれで一本一本こうね、丁寧に歯を、ね、磨いてくれるんですけどもね、まあ、その際にそのやっぱ飛ぶんですよ、いろんなものがね。それで感染するのがあるんで、今は使ったらダメよっていう感じになってるらしいんです。ほんでまあさらにね、僕の場合はですね、その白血病でね、骨髄移植をして免疫抑制剤を飲んでいるので、その歯の強度がね、非常に弱くなってしまっていてですね、それの影響で虫歯になりやすくて、歯の清掃よりも先に虫歯の治療をねしないとねいけません。まあね、たびたび言ってるんですけどもね、その免疫抑制剤っていうのが歯をね、柔らかくしてしまうんですわ。なのでね、そんな状況なので、まあ、歯の清掃よりとか、その歯石取りよりも虫歯治療を優先的にされるんですよ。まあね、優先的にされますけども、まあ、こんな世の中の状況なんでね、予約をね、取れません、ほんまに。大阪はね、自粛要請がね、一部解除されてますけど、されていってますけども、そのね、医療機関という現場はね、そう簡単には行きませんよね。でそこでまたね、その感染が増加してしまったらね、意味ないですからね。前回の銀歯が取れてすぐ行った時のね、初めて見たんですけどもね、
その助手さんが僕の口の中に入れてくれるその吸引器ってあるじゃないですか、掃除機みたいなね、水よだれ吸うやつか、あれを吸うやつがあるんですけども、その他にもう一つここにね、あの口の中に入りきらへんぐらいのサイズのこんなね大きいやつの吸引器をね言うんですかね、わかんないですけども、まあ、掃除機のホースぐらいのサイズ感のあるものを口の上にこうセットして、ここにガッてセットしてね、もうこれで口の外に飛んでしまったね細菌とか細菌とかその よだれとかもそうなんですけど、飛沫するものですね、それがこう吸うんやろうなっていう感じなんですよ、このホースがね。今回それがありましたね、各セット面あちゃうわ、それは美容師の言い方や、各、施術台かね、各施術台に備え付けられたんで、結構大掛かりな工事だったんちゃうかなと思いますけどもね。まあでもそういったのがあった方がね、衛生的にもね良さそうですよね。とまあそんな感じでね、まあ、これはどこの病院でも同じことだと思うんですけども、その世の中がどんな状況であってもね、病院がもう治療が必要な、ね、患者さんのためにはね、いろいろと考えてやってくれています、ほんまに。まあ、予約の枠をね削減させるざるを得ない状況の中であってもですね、病院がもう仕事が少なくなって楽になってラッキーっていうわけじゃありません。ほんでね、どこの科でもね、その歯科口腔外科でも、その皮膚科でもね、内科でもですね、外科でもですね、そのカルテシンというものをやってるみたいなんですよ。この話はその、まあ、この前のね通院の時の、まあ、同じ日なんですけども、その内科血液内科で聞いたんですけども、血液検査やその他のねいろんな検査方法によっては結果が当日に出ないことがねあるその種類がありましてですね、まあ、僕の場合はその結果出るのにね1週間かかるその WT1 っていうのがあるんですけども、それはね、白血病細胞を示す血液細胞の種類があるんですけども、その、検査結果が出た日はたとえ僕が通院してなくても、その時に僕がいなかったとしても、僕のカルテを見てどんな状況かっていうのをカルテ上でね、このね電子カルテかもしれないですけども、それで、診察をするんですって。それをねカルテ診という、そのカルテ診察とね呼ぶそうです。まあね、そのようにですね、病院側はね患者さんが通院しなくても患者さんのことをね考えてくれてるんです。その結果次第ではね、そう急を要するならば患者さんに電話するみたいです。まあ僕はねまだかかってきたことないんで、まあかかってこないのが一番なんですけどもね、まあね、そんな感じで、先日の通院のお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。